謝罪はしない、許しも請わない。ただ残念だレイニが姉上を認め、あざけり、恐れている。あなたは、正真正銘の化け物だよ。違う。喋らないでください。私、わかるから、諦めないとって。自分には、どうしようもないって。あんな風にしか悲鳴。